したんだ。なんか今までと雰囲気が違うんだけど。ルナ、お前が俺をここに呼んだのか。はい、もうどこにも行ってほしくないので。え、めちゃくちゃ不機嫌じゃん。どうして、なんで、俺、何か悪いことしたか。よりにもよってなんでネクラで何もしていないエンモノエルが私よりも先に候補生に。不機嫌すぎてもう声に出してんじゃん。原因わかったわ。だよかエンモエル、誰だ、それ。まあルナ、運命ってすごく難しいんだろ。慌てなくていいんじゃないか。あれ、何考えてるんだろ。そうですね、慌てなくていいですね。もう主様は私から逃げることはできませんし。ねえ、私と添い遂げましょう。もう候補生とか趣旨とかどうでもいい。私、最初からあなたを独占したかったんです。ルナ、やめておけ。また真に止められるぞ。今なら俺も愚痴を聞いたくらいで終わらせられるから。次は来させませんよ。同じ失敗はしません。誰もここにたどり着かない、そういう運命、にしましたので。目的は何だ？どうすれば満足なんだ？私を選べばいい。そしてあなたと同じ木を共有して、私とあなたはどこまでも同じになって、生涯を共に過ごし、共に生き耐える。魔族に好かれるというのはすごく重い重い愛を受けるの。それをずっとあなたは気づかなかっただけ。ドンカンさん。俺は逃げるぞ。やらないといけないことがあるからな。止めません。どうせ無駄だとすぐに理解するでしょうし。優しいですね。蹴り飛ばすくらいは想定してましたけど。バカ言うな。傷つけたくないんだ。嫉妬で腹立たしいのはわかる。だけどやることがあるんだ。今だけでもいいから見逃してくれないか。変に反感を買ったらアウトだからな。ここは大喜利に行かないと逆効果が。昔したヤンデレヒロインのギャルゲーをやったことあるけど、本当に一度間違えたらおしまい。どの選択肢も下回っている。一番ハード。主様は私を愛していない、信頼もしていない、今はせいぜい面倒くさい都合の悪い女くらいの認識。絶対に私に依存させる、私なしでは生きられない体にしてやる、私以外の存在や生き物に興味すらも持たせないようにしてやる。ここに主様がいるのはミカドルエデンの住人誰もが知らない、あのミール様すらも出し抜いた、もう私はこのまま添い遂げて死にたい、じゃないと生き地獄だわ。この建物の中なら自由ですので、私と添い遂げる覚悟ができたらいつでも私の元にいらしてください。いつでも準備をして待っています。最悪だ、時間がないのに。どうすればいいんだ。そうだ、このまま現実世界に抜け出せば、それか召喚をすればいいんだ。戻れ、戻れ、戻れ、戻れ。無理か。召喚は今から12時間後に一味稼働ができる。だけど誰を召喚すればいい。というより味方ルエデン内で召喚とかできるのか。そもそもたった1オーラで召喚したところで万全のルナ相手にできるのか。クソ、ミカドルエデン内のルールをもう少しちゃんと聞いておくべきだった。何分経ったんだ。急がないといけないのに。クソ、俺は結局ビビってる。逃げ出す行動でルナに反感を買われたら、逆上して生き地獄にさらされたら、そんなリスクがずっと頭から離れない。結局俺は、弱い、実力とかじゃなく心が。目の前の計り知れない相手に俺は動く選択肢も取れないんだ。いや、逆か、計り知れないからむやみに動くんだ。ファルドラ相手にもそうだ。怖いから動いた。現状をすぐにでもどうにかしたいから観察するという選択が取れなかった。俺にはまだ恐怖への慣れがないのか。動いたらいいのか、動かない方がいいのか。わからない。では天の声に耳を貸すがいい。導こう。どうせ動いても動かなくても結果は変わらないから誰かを頼ればいいでしょう。俺は無力ってことか。そそ、だから超優秀超絶美少女エルフで超完璧なテルちゃまが助けちゃお。なんだこの声、めちゃくちゃ自分のこと褒めるじゃん、というかテル。いや、顔ちっかい。テル、なんでここにテル、だってミールや芯を出し抜いたってルナが。え、この距離感のまま話すの？一度離れて仕切り直さないの？私に答えてくれ、ルナの現実の可能性もあるんだ、テルらしい答えをくれ。私らしい答えと言っても、私そこまで主様にさらけ出してないし。俺のオーラは、無駄だらけ、効率もクソもない、話にならなかった。よし、テルだな。でもどうやってここまで。神様の命令だよ、ルナが何かよからぬことを考えてるから見張りをするように言われてたんだ。以前も何かしようとして神様に怒られたんでしょ。バカだねー、悪さをするなら一度でもバレたら目をつけられるくらいわからないものかねー。でもルナは近づかせない運命にしたって。え、そんな不完全なもの、絶対的技術の前では無意味じゃない。定まった運命なんてそれ以上の力があれば変えることができる。よく聞くでしょ、運命を変えてやる。的な。しかも相手はまだ死んだ晩鐘控えを得得していない。そのレベルで私の技術に張り合おうなんてぶざまぶざま。おお、ここぞとばかりに調子に乗ってんな、このお調子者は。
とりあえずこれが出口ね。夢が怖かったらすぐに現実世界に戻ってもいいし、ミール様やシン様を護衛に置いてもいいし、好きにしたらいいよ。テルは大丈夫なのか、ルナの反感を買うんじゃないか。大丈夫大丈夫、ほら、さっさと行く。今度は迷子にならないでね。感謝する。行ったね。今回の件は後でしっかり払ってもらうからね。今回は高くつくから。テル、邪魔しないで。ダメに決まってるよね。騎士の分際で調子に乗りすぎだよ、ルナ。候補生止まりのくせに、あなたもエルも、候補生にすらなれない私を嘲笑うかのように。プク、ダッサー。コンプレックスかな。縁にアイデンではエリートでもビオエデンに来たら凡人だからね。プライドが許せないよね。殺す。ちょっと、ダメ、騎士相手にしてるかと思った。しょぼい弾、こんなんじゃこの空間は壊せても私に傷すらつかないよ。候補生と騎士では、ここまで違うのか。こんななんでもない聖人族なんかに。ほら、さっさと落ちなよ。攻撃しないと顔潰すよ。神様からは粗相をしたら殺していいって言われてるし。うわぁ。はい、粗相、お前から殴ってきたからな。殴られても文句はなしだよ。あわれ、候補生や主様に愛される運命すらも都合よく定められない魔物が候補生になれると思わないでほしいね。少しは反省したら、慈悲で殺すのはやめておいたから。助けて、主様、私を救って。なんだ、このいかがわしい雰囲気の部屋は。てるめ、どこに飛ばしたんだよ。もしかしてここがデカエデンか。ちゃんと俺の物語も輪郭線か。こりゃ誘惑が多そうだな。とりあえず出よう。こんなところにいたらまた変に時間を取られる。小屋かよ。無駄に内装こだわりやがって。うわ、この水すごく鉄臭い。環境悪すぎでしょ。こんなところでどうやって生活してんだ。さっきの部屋もこだわってはいたけど、台所とか水回りが一切なかった。そもそも料理や体を洗う文化すらないのか。了解だから、とりあえず散策だな。ルナの件で時間を取られたし、早くネスを見つけないと。相変わらずすごい世界観だよな。ゲームの世界に転生した気分になるよ。毎度ネスさん、いたら返事してー。何か聞こえるぞ。この扉の奥だな。鉄を叩いてるのか。ずっと何か作業しているみたいだな。とりあえず聞いてみるか。情報がないとこんな広大な大地の中からネスを見つけるなんて無理ゲーだわ。すみません、ちょっとお伺いしたいのですが。あ、早く仕上げないと、うちみたいなダメダメな妖怪に仕事を回してくれなくなる。うちの代わりなんて腐るほどいる。誰でもできる仕事にしかありつけない無能でダメなうちでごめんなさい。明日のことを考えてたら手が止まってた。これで品質を落としたらもう鬼族から仕事がもらえなくなる。わかる。明日や将来のことを考えたら胃が痛くなるんだよな。お仕事中すみません。少しよろしいでしょうか。あ、ごめんなさい。お客さんいたんすね。あと少しで刀の修理が終わるんで待ってもらっていいですか。そうっすよね。わかってるっす。こっちの都合を押し付けんなってことっすよね。お客様は神様っすから。仕事をないがしろにして悪霊が広がって生活ができんなったら。いや、待つよ。少しくらいなら待てるから。相当ネガティブだな、この職人さん。とりあえず闇雲に探すくらいなら、この子の仕事が終えるのを待った方が早いだろうし、待つか。そういえば主様、私の愛情を見せても全然動じてなかったわね。てっきりドン引きするくらいと思ってたのだけど。それにしてもヤンデレって怖いな。理性のないヤンデレは何をしでかすかわからない恐怖はある。普段、理性のあるヤンデレとメンヘラをこじらせたメリアがいるから少し舐めてたわ。はぁ、今も素晴らしいですけど、ご主人の体内にいた頃も素敵な日々でした。本当の意味で体が一つになっているあの感覚。ご主人の体の一部をお守りにしたらきっと気分が落ち着くのでしょうね。言ってることがぶっ飛んでることを理解しろメリア。ご主人、私はご主人とずっと一緒にいたいです。欲を言えばもう常に一緒。今この肉体を捨ててご主人と一緒になれたらきっと永遠の幸福を得られると思うのです。ですがこうやって肌と肌で体温を感じながら愛し合うのも素敵です。なので私はもしご主人の敵になる存在がいて、ご主人の命が脅かされるのなら必ずその相手を自分の親ですら殺します。もしこの世界の生命が途絶えた時、私とご主人が新たな生命と創生の父と母になりましょうね。最近は長いから子守歌感覚で聞いてたけど、やっぱりあれってなかなかぶっ飛んでるよな。はあ、主様はなんて器が寛大なお方。その寛大な器で私の愛も受け入れてほしいですね。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。